スノーマンの岩本る、主演ドラマの差し入れでカフェカー、うざいなと思われないように。スノーマンの岩本るが9日、都内で主演ドラマ、テレビ朝日系、恋する警護24時13日スタート、土曜午11時の制作発表会見に出席した。父親殺しの犯人を追うボディーガードが、毒舌の弁護士の24時間警護を請け負うことになる考察系アクションラブコメディ。 ボディーガード役を演じる岩本は、パンチと蹴りよりも接近戦。あとは、こちら側からじゃなくて、相手から仕掛けられて対処する。すごい仕事だと思うと語った後も、重心の位置、体幹など芸能界屈指の肉体派ならではの視点でコメントを重ねた。何は男子の藤原丈一郎は、岩本の座長ぶりについて言及。スタッフさんへの気配りがすごいし、やっぱりスノーマンのリーダー。あとは、 めちゃくちゃゃくく差しし入れしてくれてる2日連続ででカカフェカーが来たんですよスタッフさんも休憩になるとみんなそこに並んでと明かすと白石舞も毎日というくらいに差し入れしていただいてとにっこり溝端淳平も最後はカフェの店ごと来るんじゃないかなってと重ねた共演者からの声を聞いた岩本は嬉しいとか美味しいという顔が好きで うざいなと思われないラインを狙っていかないといけないですね、と話した。